横山緑の肝臓がんに触れないの暗黒時期の件で口出したら、横山緑さん肝臓がんなの。その可能性があるってこと？まあでもよく生きたよ、緑さん。もしま、死んでも。俺が葬式配信してやるから、もし死ぬってなったらもう、胸高々に死んでくれ。人はいつか死ぬからな。で、緑さん多分地獄に行くからもう会えないけど、ね、会えないけど、世話になったから、その暗黒のツイッターのアカウントのパスワードだけ教えててほしい。遺体の写真あげたいから。でも緑さんの視聴者は緑さんの死んでる姿まで見たいだろうから、もし本当に死ぬってなったら、やっぱそれが彼の本望だろうから。俺は天国行っちゃうからさ、緑さんにはもう会えないけど、緑さん地獄行くから。意外とみんなで写真撮れ。肩組んで。じゃ、ヌマップにこうやって、じゃあ、ヌマップにでこうやって肩組ませて、緑さんの遺体とヌマップで写真撮るね。で、暗黒のツイッターであげる。炎上しなそう。炎上しないでしょ。緑さんのツイッターのアカウントだよ。いやでも、俺がみ、緑さんの視聴者というか、配信見てるから、やっぱ死ぬ間際、どういう死に様するか見たいけどね。しかも緑さんも本当にあげてくれって言うと思う。あの人やっぱ。あの人は配信以外何もないからさ。いやだから交通事故とかで死ぬのが嫌だ。ちゃんと余命宣告されて、残り少ない配信期間をどのように生きるか。が、俺は、やっぱ暗黒放送の最後らしい、最後かなと思うんだけど。